葵が殺された事件の真実を追求するため俺は事務所を離れることにした。一方、宇宙センターでは人類に反旗を翻したロボットがある事件の再審を請求。全てに決着をつけるため検事局長、三剣玲二が動き出す。崩壊した法廷でなるほどさんと三剣検事が対峙した時、全ての真実が明らかになる。それが残酷な真実だとしても。逆転裁判5第5話、未来への逆転。どんな真実が待っていても恐れちゃダメなんです。逆転裁判4、5、6、驚きセレクション、2024年1月25日発売予定。